大人たちが本気でぶつかる一発勝負のガチンコトーナメント、社会人野球都市対抗野球大会。今各地で熱い予選が行われておりますが、本日はその都市対抗54回目の出場を決めた大阪府門真市パナソニック野球部に潜入いたしました。特産 TV は命がけで体を張って練習に参加、選手たちの凄さを体感しながらお伝えしていきます。パナソニック創業者松下幸之助のありがたい言葉を読みながら、いざグラウンドへ。今年のチームスローガンはバモス、前へ、さあ行こう。第1弾は個性あふれる投手陣に密着しました。社会人野球トップクラスの投手がずらり、あの NPB 選手の兄弟もいらっしゃいました。まずは背番号15番、はい、翔太投手。関西国際大学から入社した9年目のベテランです。マックス147キロのストレートを投げ込みます。ただいまのカットボールスローでその軌道をご覧ください。ボール1個分もしくは半個分動かす絶妙な変化、藤井投手の生命線そして技術が詰まっておりました。そして受けていたのは尾形選手、非常にピッチャーを盛り上げるいい声を飛ばしていました。やばーい、やばーい、さあ、ゴー、ゲーム OK、さあ、ゴー、いいぞ、ラッキー、ゴー。続いて榎本亮投手、京都学園、佛教大、そしてパナという関西を代表する左腕です。マックス146キロ、都市対抗予選では日本生命を破り、勢いのあったカナフレックス相手に完封勝ちを収めております。ちなみにこちら受けていたのは川上選手、高校大学と全国の舞台で活躍し、セカンド送球は 1.8 秒台を誇る社会人2年目のキャッチャーです。そして主に都市対抗予選では主戦として3試合に先発し、代表決定戦でも大阪ガスを抑えるなど2つの完封勝利を含む3勝の活躍で都市対抗出場に大きく貢献した與座健人投手です、はい、ちなみに弟さんは埼玉西武ライオンズで活躍する與座海人投手です。はい、與座投手、大学まではオーバースローでしたが、社会人に入り3クォーター気味に腕を下げ、球速とコントロールがアップしたという。弟の與座海人投手もアンダースローですが、やはり横から投げる遺伝子なんでしょうか。さらに個性あふれる投手陣の中でひときわ目立った投手がいました。背番号14番、小屋豊投手。なんと身長は162センチ、体重も55キロと決して大きくはない体型ですが、
都市対抗予選でも中継ぎとして無失点の好投を見せる、まさに駒人として活躍。キャッチボールから遠投もこのようにワンステップで大きく体を使って投げ続けておりました。マックスは145キロ。曲がり幅を変えるスライダーで空振りを取りまくっていました。右バッターも左バッターも関係なく、そして体の大きさも関係ない、多くの野球人に目標とされ応援されるようなピッチャーだと思いました。最後は背番号19番小澤拓磨投手。中学時代に日本一、その後高校大学と実績を積み、社会人2年目に挑んでおります。ちなみに弟さんはソフトバンクの小澤怜史投手です。はい、まっすぐ行きます。外で、はい、スライ行きます。打席に立ってるだけですが、それだけでも貴重な経験。このストレートを見た後に、若干打ち寄りでしたが、この縦スラ、落差がでかいので、このストレートとの組み合わせは脅威でした。そしてまたこのまっすぐです。はい、投手としての完成度、ゲームを作る能力は弟小澤怜史投手より上と言われているのが、そのコントロールの精度から分かります。この縦スラの後にインコースまっすぐはお手上げですね。もう目はついていかないですね。ツーアウト二塁右で、カーブ、V スラ、軌道がなんか珍しかったんですけど、パワーカーブみたいな感じで V スラ投げてるんで、はい、思いっきり回転かけて落とそうみたいな、多分人とは違うと思います。高めのまっすぐの後のカーブって結構目いかれてるじゃないですか。まあ、そうですね、それできればいいですけど、狙ってちょっとまだ調整の精度はどうしても縦の変化投げれなかったんで、はい、じゃあもうちょっとこうやって持って思いっきり引っ掛けてやろう。引っ掛けて、カーブはでもどうやって投げてるんですか。カーブは普通にこれでファッて抜いてあげるだけ、抜く感じ、ガッていくか、力の入れ具合ってことですか。まあ、そうです。顔の高さから一気に膝元まで落ちる V スラ、ゲームの境から出てきたような軌道でした。マジで消える。さあまた後日野手陣のバッティング、それから徳さん潜入編も公開します。お楽しみに。徳さん TV 実は本を出してます。動画とリンクするシステムを採用、音声と文字のダブルで説明されてます。ピッチング、バッティング、ディフェンスの3本立て、読むとバッターは際どい球がボールに、ピッチャーは際どい球がストライクになる率が上がります。